アホ新納塚古墳、アホ新納塚古墳、またはアホ新納墓は、兵庫県芦足足水が、岡町にある古墳。古墳時代前期に築造された。東西方向に伸びる JR 東海道線と、阪急神戸線の間に位置しており、現在、周囲は、住宅地に取り囲まれている。これまでに発掘調査は実施されていない。 直径約36メートル、高さ約3メートルの噴球は、周囲356メートル、面積7400平方メートルの方形の区画の中にあり、周りには、この事情の集合が巡っている。江戸時代に改変され、古墳の間隔、出土遺物についての記録は定かではないが、阿保親王の菩提寺とされる、親王寺に、阿保親王母から出土したと伝えられている。 異没等が所蔵されている江戸時代の法営年間に副装品の同鏡が少なくとも8面出土したとされ、その中の4面は、内出町の阿保山新郎寺の寺宝であり、足足指定文化財に指定されている。この古墳は、教皇20年成立の父史、摂津氏等には、阿保新郎母とあり、江戸時代には、平安時代の皇族で、有原の成平の父である。 アホ神皇の墓と認識されていたことがわかるが、実際の築造年代は伝承と全く一致しない。本来の悲壮者については不明である。江戸時代に改変された古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。